どうもお疲れ様でございます今回の「舞姫大学特別講義」は「好きなことで生きていく」というテーマについてね私なりのまた別の角度からお話しようかと思いますけども確かに自分の好きなことが自分の生きていく過程になったらこんなにいいことはないですよね。でも逆にですね自分のやってることが後からね好きになる、まあ、こんな能力がついたらどうでしょうかね。 どんなにつまらないと思ったことでもしばらくやってるとその中に面白さとかやりがいを自分なりに見出していわゆるハマっていく状態に自分を落としていければどんなことでも特技になるしどんなことでも好きなことになるしどんなことでも自分に向いてることになるんですよねでも実際世の中には好きなんだけど向いてないことに一生懸命取り組む人が多くて結局かわいそうな結末を迎えるってことが散見してるんじゃないかなと思うんですよ。こここが厄介なことでね 大半の人は向いてないことを好きになってるんですよ。だから苦しんでるんですよね。でも向いてることを後から好きになればこんなにいいことはないのかなと思います。うん、まあ、いろいろとね、えー、ここにはストーリーがあるわけですけども、そうですね。まあ例えばアルバイトを時給目当てに行ったとして、その作業内容はものすごく面白くなかったとするじゃないですか。まあ、でも自分なりには面白くないんだけども、そのアルバイトに対してね。 1>, 1年、2年、3年、5年と続いている人がいるわけなんですよそうすると苦痛なんだけども続いているのかそれともそこに一定の喜びを見出しているのかなっていうようなこう観察感が出てくるわけですよねまあ、そうするとどの辺に継続の秘密があるのかこんなつまらないアルバイトしかも時給もそんな高くないなんで続くのかなっていうふうに見ることになるんですよまあ、そうするともしかしたらそこの人間関係が非常に円滑だったりね、えー、その お店のブランドがあるからやっていけたりとかするのかもしれませんし、あとね面白い面白くないとかそれから好き好きじゃないっていうのは相対関係にあるんですよ。だから相当恵まれない人生を送っていた人は少しでも解放された環境に行くとあなんて自由なところなんだなんて楽しいところなんだって感じることもあるし、まあでもね安穏と過ごしてきた人に見ればもう自分のに欲求レベルが高くなっていますんでどんなあ甘美な環境でも満足できない。 つまり好きになれないってことにななななれいこととるのかなと思うんですよ、まあ男女関係でいうとねスペックの高い人と付き合うとそれ以降出会う人出会う人が低レベルに見えてくるとそしていつの間にか「あれ40代?」みたいなねなんか女性が今いるらしいですけど「私は20代の頃モテてたのよ」っつうからね40代で年収300万で身長1 6 0ンチの男を紹介されたら怒り出すようなねそんな結婚相談所の会員さんがいらっしゃるみたいですけどもさああなたの欲求は高いままでしょうか まあ好きなことで生きていく確かにそれはいいことだと思いますけども生きていること自体を好きになればまあそこから苦痛は取り除けていけるんではないかなというふうに感じたわけでございます。それでは、いってらっしゃい